立内記は、室町時代の苦行、までの工事時房の日記、県代記とも読まれる。署名は、時房の方号である、辰木余韻と、時房の局官である、内大臣に由来。後世の人が時房の日記を、県政院内府記と呼び、この古障が略されて、立内記の古障が定着した。満載事号日記、札会記、関門日記と並び、 室町時代中期の日記を代表する。記述は、永二21年から交渉元年まで及ぶが、現在する記述は断片的である。影響元年から報徳元年の20年分の記述が最も欠落が少なく、現存状態が良好とされる。筆者と寄付者は、なんと転送、過重児市長者などを担当し、幕府とも密接な関係にあった。そのため、 天壮、視長者としての仕事や幕府、後部関係の動向に関する記述が豊富。将軍、足利義則が応しした、下吉の乱、下吉の特性一揆の経緯についても、つまびらかに記述する。また、までの工事家が保有する荘園が、年貢大農のために、武士、商人、僧侶らに、大官受けに移行しなければならなくなった経緯など、 社会経済に関する記述が多い。これは、公家の日記の中でも特色とされ、室町中期の社会経済史研究に有益な情報を提供する。時房の死後、日記は、実施の冬草甘露寺家から養子に入った春房、さらに、荷重寺家から養子に入った剣房の手に渡り、剣房のジップである荷重寺の利比での所有するところとなっていた。 中三角信種の縁徳元年の日記から、この字教習が縦打ち機を所有していたことが確認される。その後、どのようにして伝来したのかは不明。伝来する過程で散逸、欠落もあった。最終的には、伏見の菊帝家の手に渡ったらしく、伏見本は宮内庁書領部に、菊帝本は京都大学附属図書館に所蔵されている。ありがとうございます。